久保さん、逆マネーいいじゃないですか。いや、面白そうですね。まあ、アクセス来そうですね。だから、ほとんど、要は、みんなアクセス取れないから、アクセス取れる人がアクセス取れることをやって、違うところで金回収して、アクセス取られない人は、それでお金もらうとかね。だから、まあ、いい、いい感じじゃないですか <laughs>、うん。だから、まあ、あの前回も言いましたけど、お金稼げない人にお金あげて、お金を使ってもらうことですね。 経済もあるんで。うん。だ稼げる人は稼いで。稼げる人は、まあ自分で使えば、まあ、自分の使える多分、範囲って限界があるんですよ。例えばフェラーリ100台欲しいかっていうと、フェラーリ100台欲しいですかさすがにフェラーリ100台はいらんやろと思うんですけど、まあ中には分かんないですけどね。だけど、100人フェラーリ欲しい人は世の中にいるわけですよ。つまり、なんだろうな。そういうことなんです <laughs>。 自分で100台は買えないけれども、100人欲しい人はフェラーリ世の中探せばいると思うんで、じゃあその人にね、フェラーリ買ってあげるっていうね。自分は買えな、あの、もういらないけどみたいな。で、それを企画とする、100、フェラーリ100台プレゼントみたいな企画したら結構おもろいですよね。何億だ 何億ばらまきですかね 5, ?5 億ぐらいばらまきですよね。5億、まあ現金でばらまくとちょっとよろしくないので、フェラーリばら,ばらまきますみたいな。<laughs> フェラーリ100台ばらまきますみたいなね。もうお金ばらまきキャンペーンって結構あの飽きてる部分あるじゃないですか。でもフェラーリ100台ばらまきって面白いと思うんですよね。新車でみたいな。 で,フェラーリにで、それ、フェラーリの会社さんとジョイントするというか、あのー、100台分お願いしますみたいなそのきそのき、営業担当、企画担当、広告担当の人といろいろ話して、で、動画バズらせていくっていうね <laughs>。で、しかもその、あのー、現物があるんで、フェラーリとか車だとね、お金だと現物すぐ現金が消えちゃうんで、まあ、消えるというか、なんだろうな、そのプレゼントしても はい。ちょっと切れちゃいましたけど、なんか昔ね、あの、プレステ2ばらまくみたいなね、ヒカル君やったりしてたような気がするんですけど、あのー、フェラーリ100台ばらまくっていうのはなかなかないんじゃないかなと思うんですよね。これは結構企画としては面白いと思うんですよね。うん。そう。ただフェラーリ、まあ、車って、その、あれじゃないですか、その後も金かかるんで、<laughs> その後も金落とすわけじゃないですか。だから、まあ、経済的にはいいんじゃないですかね。 ガソリンスタンドで働いてる人も潤うし、あのー、自動車整備士の人も潤うし、フェラーリの部品売ってる人も潤うしって話でね。うん。だからもう、まあ、そういうのも面白いかなと思いますけど、さすがにでも僕は資金量がないのでできないですけど、それはね。うん。ただそれぐらいの,その大きい企画やるとアクセスは取れやすいので、企画としてやるんだったらそれぐらいやった方がいいですよね。 うん、もうなんかね、前澤社長がお金配りますっていうのはやっぱやってるので、二番線人になる部分あるんで、ただフェラーリ100台は多分、あんまないんじゃないかなっていう。で、もしくはそれを中古屋さんとタイアップして、中古屋さんの在庫を全部僕が買い占めて、1個ずつプレゼントするとかね、そうすると、中古屋さんもすごい、うわふわじゃないですか。だって、在庫全部僕が買い取ってね。うん。まあ、その中古屋さんにも潰れ、だから潰れそうな中古屋さんを救うぞ企画ですよね。 ぜあ全部これ買いますみたいな。<laughs> 在庫。在庫全部買いますみたいな。ね <laughs> 昔ね、元気が出るテレビで、なんか10円で車売ったりとかしてたんですよ。ね。だそれのプレゼント版ですよね。で、しかも、その中古屋さんを救っていくみたいな。それ結構良くないですかうーん。で、あとは、裏でね、保険屋さんとタッグ組むとかね。そう。で、アフリート報酬もらうみたいなね。<laughs> その、営業マンとわかんないですけど。<laughs> っていう、その、 お客さんからお金もらわないんだけど、保険の営業、保険のところからインセンティブとして契約一件に対して何万もらうとかね。まあ、それとか、あと、まあ、広告収入でもらうとかね。うん。なんか、そういうこともできるでしょうね。うん。そう。だか考えようによってはいろいろ面白い企画ができる。でもク、クソ中古屋さんの、潰れそうな中古屋さん、いいんじゃないかな。面白いですよね。うん。か でできるかもしれないですね僕の頑張りし、売り上げ次第ですけど。<laughs> うん。多分一1億ぐらいあれば、まあそのちっちゃい中古屋さんですよ。多分一1億ぐらいあれば、多分全部買えるんじゃないかなと思うんですよね。久保さんどう思いますちっちゃい、町、ま、で潰れそうなあの中古屋さん。多分一1億あれば、車全部買い占められますよね、多分。で、全部プレゼントしていくっていうね。こう面白いんじゃないかな。うん。そう。はい、いってらっしゃい。